眼科医の平松です。今日は緑内障の方の目の痛みについてお話ししようと思います。その中でも目の痛みで奥が痛いとかちょっと頭が痛いとか重い感じについてお話ししようと思います。例えばね、他のね、表面的な痛みはまた別動画で、今回奥の方って感じです。奥の方の痛みに関して言うと、明確にこれが悪いっていうことがあるのは、一つは眼圧が上がることなんです。眼圧目の硬さは正常は10から20ぐらいなんです。で、これが40とかになってくると痛くなんですよ。20とか21、2、3、4、5ぐらいだと、まあほとんど頭痛いとかはない感じなんですね。っていうことは、じゃ例えばあなたが痛いとなってきて、それがイコール眼圧なのかっていうと、あんまりそういうことはないわけですね。閉塞隅角緑内障の人の場合はそういう可能性もやっぱ否定はできないんだけれども、基本的な普通の開放隅角緑内障、正常眼圧緑内障などの場合は、まあ、上がっても20とか、まあ、ぐらいになってくるわけなので、まあ、あんまり痛みは関係ないかなと。じゃあなんでこんな奥が痛い感じになってくるのっていうと、実は緑内障と片頭痛っていうのも関係することが分かってます。まあ、おそらく血流とかなんかが影響してるんだろうってことなんですけど、あんまりね、理由はよく分かってないんですよ。ただただ、まあ痛くなるよねってことです。じゃあ視野が悪くなる証拠なの？どんどん悪くなってるのっていうと、これもまたあんまり関係あるかどうか不明なんですよね。つまり痛がるから悪くなるのか、まあ、全然関係なく悪くなるのか、または悪くなってて不安でまた痛くなってきちゃうって部分もあるので、卵が先か鶏が先かになっちゃって、なんていうかな、不安だと痛みってやっぱ増しやすいじゃないですか。だから不安で痛いのか、本当にただ見えなくなってきて痛いのか、これもまた不明って感じなので、かつその痛みを抑えたからじゃあ進行しないかっていうと、まあ、そうでもないわけなんですよね。ってことは、まあ、そんなに気にしなくていいかなと。一方で痛いのはやっぱ困るじゃないですか。で、それが片頭痛とかそっちに関連してくるんだったら、これちゃんと治療した方がいいので、ちゃんと神経内科とか見てもらってください。それ以外に神経内科も問題ない、眼科的にも眼圧とか変な問題がないって場合は、まあ、疲労だったりとか本当によくわからない原因で痛いことあるんです。でもそういう方たくさんいらっしゃるっていう現実を知っていただくだけでも、あ、そうなんだな、だからあんまり心配しなくていいんだなと知っていただけるのでいいかなと思います。まあ表面的な痛みはまた別個の動画で紹介します。今日の動画がいいなと思ったら高評価ボタンとか、もうちょっとここ聞きたいって場合はコメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。